間もなく始まるよ。ゆっくりしていってね。どうも皆様こんにちはこんばんは、私スクナというものです。こんにちは、私は今日も元気よ。元気いっぱい、本日も視聴者様のリクエストにお答えしようの回となっております。今回なのですが、ちょっと前に出したこの動画のコメント欄にレベル、リダクテッドに関するコメントとリクエストをいただきましたので、本日はこのレベルを解説していきますよ。たくさんのリクエスト、コメントありがとうございます。了解したわ。では早速見ていきましょう。まずはレベル、リダクテッドの基本情報です。リダクテッドのサバイバル難易度はアンデターミンドです。これは様々な要因によって、クラスをつけることができない場合に、割り当てられます。ということは、未定になるだけの理由が何かしらあるということよね。そうですね、その謎を解き明かすためにも、次の情報を、と行きたいところですが、その前にちょっとレベル名に触れておきましょう。まず、リダクテッドですが、訳すと、編集済み、となります。またダウンルームとは、レベル、リダクテッド、の二つな、みたいなものです。残念ながら、なぜそう呼ばれているのかは記載されていませんでした。が、おそらくレベルの特性上そう呼ばれているのでしょう。レベルの特性、このレベル、リダクテッド、は巨大なサブレベル群なんです。どんどん深淵へ潜っていくスタイルのため、ダウンルームと呼ばれているのでしょう。なんだかヤバそうな香りが。さあ、では今度こそ情報を見ていきますよ。レベル、リダクテッドは黄色い壁と廊下の迷路のような空間です。レベル、リダクテッドには現実という概念を捨ておき、空虚の量子の揺らぎを狙って飛び込むことでやってくることができます。は？簡単に申し上げますと、ボイド、虚空ですね、の揺らぎから来ることができるんです。ボイド、の揺らぎって、じゃあ、ボイド、物をクリップできるってこと？あ、ちょっと補足なんですが、ボイドは虚空とも呼ばれている空間です。人間がここに入り込むと、永遠に落ち続けます。虚空では死ぬこともできず、ただひたすらに落ち続けます。しかし、なんと驚いたことに、ボイド、でも本当に稀に脳クリップできるんです。しかし、かなりレアケースで、何らかの要因で虚空に揺らぎが生じている時にしかできません。そういえばコメントでも、ボイド、からの出口って書いてあったわね。そうなんです。ただ、レベル、リダクテッド、に入っても決してラッキーだなんて思わないでください。レベル、リダクテッド、はループと混乱を司るレベルです。それゆえに、最も恐ろしいレベルの一つであるとされています。さらに最悪なことに、このレベルには出口が存在しません。今回ばかりは一つもです。何よそれ。全然喜べないじゃない。ボイド、に転落した時点で希望なんてないわけですし、地に足つけられるだけマシですね。ではここから、ここに迷い込んだ放浪者と通信担当官のログを見てみましょう。何よりも通信できていることに驚きよ。ではどうぞ。ベース、オメガ、コピーしているのか？はい、コピーします、チャールズ博士。新しいレベルを発見した、基地に報告する。そのレベルについて説明してくれませんか？ああ、なんというか、すべてが、おかしい。奇妙な形のドアのようなものがあって、通り抜けるには身をかがめなければならない。反対側には薄暗い部屋があって、今のところ、何も異常は見当たらないな。博士が見ているものを画像に撮ってもらえませんか？もちろん。よし、送るぞ。この度はご愁傷様です。何か困ったことがあったのか、ケビン。ああ、確かにこれは悪夢の中の出来事だ。何、ケビン、もう一度頼む。ああ、よし、失礼しました。接続が安定しました。どのようにこのレベルに入ったのですか？私はレベル無限を探索するように指定されたんだが、何かが、起こった。私が知っているのは、私が虚空に落ちたということだけだ。すまない。ちょっと怖いな。わかりました、チャールズ博士。続けてください。
私は運が良かっただけだと思う。私が落ちる時に量子的な揺らぎが起きて、ここに運ばれたんだ。他の場所でなく。チャールズ博士、今あなたの居場所がわかりません。落ち着いて、注意してください。ここに囚われて3日。まだ、出口は見えない。ここがどのレベルなのかわからないが、エンティテがいないのが救いだ。レベル11にいる私のコロニー、妻、そして家族が恋しい。彼らがこのレベルを知らないことを願う。ここに何が潜んでいるのか知りたくもない。ただ、出たいだけだ。ここは、私の最悪の悪夢から抜け出したような場所だ。ここに来てから、何日も経っているはずだ。出口はどこだ？ここが今、あなたの人生の中心だ。ボイド、はもう十分待った。あなたは決して逃れられない。警告を受けたのに、聞かなかった。おめでとうございます。人生の終着点へようこそ。もうお前は必要ない。お前は何もわかっちゃいない。自分を見てみろ。自分がどこにいるのかわかってない。迷子になって、助けを求めて叫んでいる。以上がログの内容です。チャールズさんはどうなっちゃったのかしら？わかりません。ただ、少なくともハッピーな状況ではないでしょう。さて、最後の情報です。記載している通りですが、このレベルではエンティティは存在しません。入り口は先ほどお話しした通り、虚空でノークリップすること。出口は存在しません。ではここから、レベル、リダクテッドのサブレベルを見ていきましょう。最初にちょっとだけ説明しますね。レベル、リダクテッドのサブレベル図は、レベル、リダクテッドをさまようことで行くことができるレベル群のことです。現在24種類発見されています。今回は1個ずつ簡単に見ていきますよ。了解したわ。ではレッツゴー。では早速見ていきますよ。まずはサブレベル1です。サブレベル1にはレベル、リダクテッドを5から1週間さまようことで出現する階段から行くことができます。このサブレベル1には一般的な民家にある家具などが配置されており、特に重要なものは鏡です。現在、次のレベルに行くかサブレベル1に戻る方法は鏡をくぐることのみです。このあたりのレベルはまだ、戻る、ことが可能です。まあ、行き来することで何かメリットがあるわけではないんですけどね。サブレベル1をさまよい、鏡をくぐってサブレベル2にやってきました。このサブレベル2ではイベントが用意されているようです。と言っても、壁が変色し、壁紙が花柄になるだけで、人体や環境に有害なイベントではありません。ご安心ください。それを聞いて安心したわ。まあまだ序盤ですから、さて、サブレベル2は最もアクセスしやすいサブレベルであるとされており、サブレベル3の存在も確認されています。が、なんと、どうやったらいけるのかは不明です。チャールズ博士はどうやって行ったのかしら？わかりませんか？おそらく、偶然行けちゃって原因がわからなかったんでしょう。今後もちょくちょく出口不明のサブレベルが出てきます。了解したわ。サブレベル3は照明もあり、非常にわかりやすいレイアウトになっているため、打破しやすい休憩ポイントです。ただそんなに甘くはありません。なんとこのサブレベルはどこかのレベルと繋がっているのです。どこかとは、黒塗り編集のせいでわかりません。あら？しかも、踏破しやすいって言っても、情報がほとんどないじゃない。どういうサブレベルなのか見えてこないわね。一つ補足すると、サブレベルの情報は原文の説明を99記載しています。ということは、原文にも記載がないと、次さて、サブレベル4にやってきました。ここはサブレベル3からしかアクセスできず、前のレベルに戻ることができる唯一のレベルになっています。なんだか似たような説明をサブレベル1の時にしたような気がしないでもないですが、気にせず進みましょう。ここでもどこか他のレベルにアクセスできるようですが、編集済みになってしまっており、確認できません。このレベルは工場のような見た目をした空間です。工場内には異常に太いパイプがあり、このパイプを進んでいくとサブレベル5へ行くことができます。本当にレベルによって記録に差があるわね。おそらく、探索や表現のしやすさなどの要因で決まっているのでしょう。なるほどね。詳しい記載があるところは特徴がしっかりしてるか安全ってことね。多分そうです。では次のレベルだ。サブレベル5は裏庭の遊び場のような見た目をしたレベルです。裏庭を囲う柵は乗り越えることができなかったようです。
原因は不明ですね。また、家の中に入ると、最も恐ろしいと言われているサブレベル6に行くことができます。ただ、日が暮れるまでサブレベル6にいるとサブレベル7に行けるようですね。最も恐ろしい。そうです。早速見てみましょう。サブレベル6にやってきました。ここはアイテムが全くないスーパーマーケットのような空間です。一旦このレベルに足を踏み入れると、放浪者は激しい恐怖を感じます。また、このレベルでは、エンティティがこちらに向かって全力で走ってくる幻覚が確認されています。何それ?怖すぎじゃない?日が暮れるまでこの恐怖に耐えましょう。さあ、やばいサブレベル6を抜けて、サブレベル7にやってきました。ここはアンチです。最も生存率が高いレベルになっています。サブレベル7ではサブレベル3で確認されたものと同じ、壁紙を確認できます。これが何を意味するのかはわかっていません。サブレベル7では危険が一切ないため、好きなだけ休むことができます。またインターネットの接続もできるらしいので、外部と連絡を取ることもできます。もしサブレベル 8S みたいなら、先が真っ暗な扉を見つけてそこに入りましょう。ちゃんとアンチもあって安心したわ。おそらく探索していたチャールズ博士も、こういうアンチに救われていたんでしょうね。だがしかし、私たちは進み続ける。では次のレベルです。サブレベル8にやってきました。ここでは音波が発火します。は?音波が燃えるんです。声とか振動とか。ほらあったか。バカなこと言ってないで出口を。安心してください。すぐに灰になるか、正気を失うかの二択です。しかも出口は編集済みで消されてます。救いはないです。え?なんだかわかりませんが、消し済みになる前にサブレベル9に来ましたね。サブレベル9は、無重力のような天井とそれを支えるボールが特徴の空間です。これだけ。出口は、さあ、オフィスチェアって何に使うのよ。さあ、そもそも無重力に見える天井って何よ。さあ、あんたねー。あ、サブレベル10に来ましたよ。サブレベル10はプールのような空間です。床を歩くと不具合が起きるようです。サブレベル10では滝の流れる音が延々と響いており、落ち着く空間になっているようです。この地獄は、悪いことばかりではないだろう。雨と鞭よ。確かに。さて、サブレベル11にやってきました。ここは壊れた時空間連続体で、ワームホールやおかしな穴が点在しています。ちょっと何を言っているのかわからないのだけれど、ここは次元が壊れているらしく、4次元物体が入り込み、引力でバラバラにされるらしいです。要は次元が壊れてて危ないからさっさと抜けろってことです。出口は、ズタズタになる前に探しましょう。まあ、そうなるわよね。ミンチにならずに済んだのでサブレベル12の解説です。サブレベル12は終わりのないホテルの廊下のような空間です。ただ、進んでいると突然曲がることがあるらしいですね。数週間進むとサブレベル13にたどり着きます。ただし、この時間は小気度によって変化するので注意です。実際はもっと長いかも。さて、1ヶ月ほどかけて、サブレベル13にやってきました。ここはオープンスペースですね。椅子と窓があります。窓は破壊できません。このレベルで撮影したすべての画像や動画には、なぜか、TEC232019、と表示されます。原因は不明です。またサブレベル13には、素晴らしいインターネット、があるらしいです。次のレベルに行く前に有効に利用しましょう。次のレベルに行くには、2つある椅子の右側に1日と24分座る必要があります。そうすることでサブレベル15へ移動できます。サブレベル14は、サブレベル14は非常にレアなレベルなんですよね。ちょっと覗いてみましょう。サブレベル14はシャンデリアや電子レンジなどが配置された、汚い家のような空間です。なぜか、フォークでできた、ハウンド、の置物が置いてあります。へ、ハウンドって、あのエンティテの。そうです、決してジョークではないと念を押していますね。見てみたいですが、このレベルは非常にレアです。入り口もわかっていませんし、サブレベル13からはサブレベル15にしか行けません。さて、1日かけてサブレベル15にやってきました。ここは、何?チャールズ博士ぶっ壊れちゃったの?ええ?でも実際に美しい。ですね。平和ですね。さて、サブレベル16にやってきました。ここは情報不足らしく、ほとんど情報はありません。サブレベル16は古いコテージのような空間です。ザ・フロントルームズ、と時間が連動しているようで、ザ・フロントルームズ、がクリスマスなら、クリスマス仕様になります。ここで補足説明です。ザ・フロントルームズ、とは、ザ・バックルームズ、と対をなす存在で、現実世界の地球のことです。サブレベル16で分かっている最後の情報がここです。写真立てが置いてあり、侵入した放浪者が、ザ・フロントルームズ、で撮影した写真が入っています。プレゼントなのね、せめてもの慈悲ですかね。さて、サブレベル17にやってきました。ここはレベル0、ロビー、の廃墟のような空間です。
サブレベル17の窓は破壊することが可能で、破壊すると紫のソファーが置いてある部屋にテレポートします。テレポート先はまるで子供部屋のような空間です。クリスマスツリーやテディベアなどが配置されています。サブレベル17を進んでいくと、数百マイルごとにサブレベル0の絵がある部屋が見つかります。放浪者がやることはただ一つ。絵に触れて、苦しみと痛みについて考えてください。そうすると次のレベルに行けるわけ。ここも出口の記載はありませんでしたが、こうやって記録されているということは、脱出に繋がる手がかりなんでしょう。さあ、サブレベル18にやってきました。ここは朽ち果てたファーストフード店のような空間です。このレベルは大変レアなレベルです。そのためほとんど情報がありません。以上です。え、他に情報は、ないです。そうなのね。了解したわ。さあ階層もだいぶ深くなってきましたね。次はサブレベル19です。ここはサブレベル8に似ており、白い壁が特徴的な空間です。このレベルから脱出するためには、稀に出現する階段を下るしかありません。また、壁にぶつかったり、オーブに触れるとテレポートします。かなりランダム要素が強く、出口を見つけるのは大変です。しかし、オーブの方は一定の法則にのっとってテレポートが行われるため、うまく利用するといいでしょう。さてサブレベル20にたどり着きました。サブレベル20が発見された経緯がちょっと変わってまして、なんと誰かがビデオを回収してアップロードしたことで発見されたんです。撮影者、投稿者ともにチャールズ博士ではないので他にもこのレベルまで進んだ猛者がいるってことですね。こんなところまで、ご苦労様です。サブレベル20の捜索によって、レベル、リダクテッドには、過去に誰かが撮影して、廃棄されたビデオがたくさん存在することがわかりました。このビデオは、サブレベルの解析に用いられています。さて、そんなサブレベル20ですが、豪華なホテルのような空間です。左右に伸びる廊下は延々と続いており、回収されたビデオには管理人のものと思わしき謎の歌が聞こえています。そういえばサブレベルでまだ生物に会ってないわね。何か潜んでいてもおかしくなさそうだけれど、ひょっとすると、このホテルには管理人なる生物がいるかもしれませんね。さて、サブレベル21にやってきました。ここは、すでに消滅したレベルです。このレベルに足を踏み入れた瞬間、愛する人が一人死に、放浪者はここから出られません。は?じゃあどうやって次のレベルに行くのよ。本来はこのレベルはぶっ飛ばすんですが、紹介のために来ちゃいました。このレベルの説明にはこうあります。この言葉を思い出してほしい。さて、ちょっと寄り道をしましたが、無事サブレベル22に来れました。無事じゃない気がするのだけれど、気のせいじゃないですかねー。では早速、サブレベル22は両側にパイプのある無限の廊下です。めっちゃ暗く、105メートルごとに分岐があります。次のレベルに行くためには18番か21番目の分岐まで行き、3時間歩き、3時間戻るとたどり着くことができます。何のための往復なのかしらね。深く考えてはいけません。ま、それもそうね。では次のレベルへ行ってみましょう。では早速、サブレベル23の解説です。以上となります。では次のレベルへレッツゴー。サブレベル24は、夜の森のような空間です。どこまでも広がる森と2軒の家が確認されています。この家はアンチでも何でもありません。絶対に中に入ってはいけません。二度と出てこれなくなります。これまた初見殺しな罠ねー。サブレベル24を抜けるためには森の中を突き進むしかありません。少しでも森から離れると、元の場所に戻されます。また、サブレベル24に生えている木は何の変哲もないただの木です。さて次は家の中に入ってみましょう。え、出られなくなるんじゃないの?ここまで来て探索しないなんて選択肢はありません。家の中は、ランダムなオブジェクトで埋め尽くされています。地下室には箱などで構成された迷宮になっているようですね。さてこれでようやく24個のサブレベルを巡り切りましたね。無事に、帰りたかった。では次にジャーナルエントリーを見てみましょう。まずはレベル、リダクテッドに迷い込んだ放浪者のログです。おいおい、何か見つけたぞ。いやー出口とは思えないな。ザ・バックルームズで学んだことは、目に見えるものすべてを信用してはいけないということだ。これは罠の可能性が高いが、もうこのレベルには飽きてきた。脱出するためなら何でもする。このまま通り抜けるぞ。以上です。本当に信用してはいけないわ。ろくな目に合わないわよ。では最後に2つの記録を見て、このレベル紹介は終了です。まずは、チャールズ博士とは何者なのかを見てみましょう。
チャールズ博士はレベル、リダクテッドの有名な放浪者であり、未来の時間軸から来た未来人であるとされています。未来人は、ファンタジー、メカニック剣士として、バックルームエクスプラレーション&ディスカーリーに雇われています。レベル6とレベル11に複数の全焼基地を作るなどの多大な功績を挙げているようです。あと、この情報ですが、特別に、バックルームエクスプラレーション&ディスカーリーの評議会から許可をもらって掲載しているようですね。ふーん、すごい人だったのね。でも今はレベル、リダクテッドにいるのよね。帰ってこれたの。そこなんですよ。では最後に、チャールズ博士についての報告書を見て終わりにしましょう。被災者は同組織所属のシャルル博士です。私はまだこの地獄に閉じ込められている。しかし、私は脱出するための計画を立てた。致命的かもしれないが、ここから出られるかもしれない。優先式エクスプロセッサーをハードディスクに接続するだけだ。一時的にワームホールを開き、フロンタルムを呼び出せる。ディスクはマトリックスディスクに、異常が発生した場合だ。ワームホールが破壊され、大規模な爆発が起きる。リスクはあるが。幸運を祈る。